グスターブ・ホルストの作品リストを示す。H 番号は、ホルストの生誕100周年にあたる1974年に、娘のイモージェーン・ホルストによって出版された、主題別カタログの番号である。エグドン・ヒース、エグドン・ヒースは、イギリスの作家トーマス・ハーディの小説、気境説、現代の舞台を描いた、冠元楽作品である。副題には、 ハーディを称えてとある。サマセット教師局サマセット教師局は、イングランドのサマセット地方の旋律を素材に用いた教師局であり、1906年に民謡の収集家、セシル・シャープの提案で作曲された。セシル・シャープの財布した中から、シープ、シアリング・ソング、ザ・トゥル・ラブズ・フェアウェル、南部ドイツ人、格好の4旋律が用いられている。日本組曲、 日本組曲は、六楽章からなる、バレエ音楽で、全編を通して、日本ミニオーの旋律により構成されている。日本人舞踊家、伊藤道郎の依頼により、惑星の作業を中断して書かれた。旋律は、伊藤道郎の口からホルストが採付したとされ、年々コロリオコロリオの歌詞で知られる子守歌などが、使われている。 1916年にロンドンでこの曲の伊藤未郎による舞踊公演が行われたとされるが異論がある。竹石緑の研究では蒸気説の一部が否定されている。竹石はブリティッシュライブラリーにある日本組曲のスコアのタイトルページにはホルストの実質でマリオネットダンス以外の部分の主題を提供してくれた。 日本のダンサー伊藤未知郎のために作曲したことが明記されている。とし、一部の曲は伊藤から財布されたものではないことを示し、また、初めてパート譜が作成され作品が初演されたのは、伊藤がアメリカに渡った後、1919年3月22日、伊藤が1916年8月までロンドンに、 滞在していたにもかかわらず、伊藤の踊りで日本組曲が初演された記録はない。さらに、日本組曲は伊藤の依頼により特定の機会に初演するために作曲されたものではなかったということが推測される。として、伊藤の依頼とロンドンでの講演も否定している。日本組曲の構成は以下の通りである。前奏曲漁師の歌儀式の踊り操り、 人形の踊り感想曲漁師の歌、インタールード、ソング・オブ・ザ・フィッシャーマン。桜の木の下での踊り集曲狼たちの踊り、操り、人形の踊りについては、惑星の第三曲、水星作曲の直前に作られたため、両者には、性格と表現に共通性がある。とされる。ベニモラ、ベニモラは、東洋的な曲調の組曲で、三つの楽章からなる。 第一の踊り第二の踊り集曲、ウレドナイルの街で。ありがとうございます。